アメリカが衆国テネシー州出身のカントリーミュージックグループである。2020年6月にバンド名をレディ・アンテベラムから変更した。2006年にテネシー州ナッシュビルにて結成。アンテベラムとはアメリカ南北戦争以前という意味。彼らがテネシー州フランクリンを訪れた時にアンテベラムホームと呼ばれる古い家々に感銘を受けアンテベラムの前に ゴロの、良かった、レディをつけて、グループ名にした。2007年、シングル、ラブドントライブヒアで、全米デビューは果たし、2008年4月に、米ファーストアルバム、レディアンテベラムで、全米アルバムデビュー、全米アルバムチャートにて4位を記録する。第51回グラミー賞にて2部門で、ノミネートされる。2009年8月、米セカンドアルバム、20ナウの、 ファーストリードシングルとして、ニージューナウをリリース。初の受賞も果たした第52回グラミー賞にて、実演も果たし、全米シングルチャートにて最高位2位を記録する。2010年1月に、米セカンドアルバム、ニージューナウが発売され、発売初週に48万1000枚の書道を記録する。これは、スーザン・ボイルが初週セールス70万1000枚を、 記録した昨年11月以降での最大のアルバム初動であり、カントリーアルバムとしては、テイラー・スウィフト、フィアレスが初週セールス59万2000枚を記録した2008年11月以降での最大のアルバム初動でもある。2週目に20万9000枚売れ、全米アルバムチャート2週連続1位を記録する。3週にも20万8000枚売れ、2010年。 アメリカで最初に100万枚セールスを突破したアルバムとなった。全米アルバムチャートにて4週1位を記録する。アメリカでの大きな成功を受けて2010年5月にインターナショナルデビューを予定している。日本ではニードユーナウから今くんを愛してるという放題がついている。2011年2月13日に開かれた第53回グラミー賞では6部門にノミネートされ、 五部門で受賞した。2011年9月14日に発売されたアルバム夢の木不順に収録されているジャストアキス幸せの予感が2011年10月から2012年3月までテレビ東京系列で2年半ぶりに復活した水曜ミステリー級のエンディングテーマに起用された。2020年6月11日バンド名をレディエに改名することを発表した。 南北戦争では南部の州が奴隷制の維持を目的にそれを廃止しようとする北部の州と戦った背景がありアンテベラムには南部の文化を懐かしむという響きを持ちその中に奴隷制が含まれていたアメリカで2020年に起きたジョージ・フロイドの死をきっかけとした人種差別への抗議デモを受けて解明に至ったありがとうございます